おはようございます。みやびと申します。今回ステイルアポイントメントの、踊る侍という、湾岸賞包囲戦というね、今回素晴らしいあのトラックを一緒に作らさせていただいて、まあ、本当に森田君には自分の30歳のバーデーパーリーであのプレイしてもらったり、付き合いはそんなに長くないんですけれども、今回ね、自分ギタリスト でそのハウステイクの、まあ、クラブミュージックとどうこう融合できるのかというとこを少しテーマに、ね、今回はお話もらって僕はすごく嬉しかったし、まあ、楽曲自体、ちょっと僕ずっ と、ワールドツアーに行ってたので、がっつり TD には参加できなかったんですけど、自分のアコギとビートっていうすごいその、ね、機械的でそのプログラミングされた世界の中ですごくヒューマンな、ね、なんだろう、こう、パッションどうそれがこういかにこうぶつかり合って爆発するかみたいなものがすごく楽曲の中にも現れたんじゃないかなと思います。まあ、今回本当にひょんなことからお話をいただいて、で、まあ、こういう形になったんですけど、まあ、これから先もお互いそのジャンルだったり、ね、そういう、こう枠組みだったりカテゴリーだったりっていうのはもう鼻からかんもう関係ないし、そういうのまたどっか、ね、どっかのポイントでお互い融合して、ま、次のステップに日本人のアーティスト同士いけたらいいなと思ってます。そんな感じで、みやびでした。ここからありがとうございました。Peace.